今度はその状態でつま先だけつけた状態とかかとだけつけた状態やってみましょう。同じように足の骨の動きを感じ取れるかどうか。自分で感じ取ろうと思って足の動きを大きくするんじゃなくって、その代わりに足の動きはそのままで、自分の体自体が何かその骨を動かないように止めてるんじゃないかというのに気づいて、特に膝の動きに気をつけましょう。今かかと持ち上げた？じゃあ股関節の動きにも気をつけましょう。はい、ストップ。休みましょう。